茨城県河内郡の範囲河内郡は茨城県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は下記の区域にあたる。大化の改新以前には筑波国の一部であり、大化の改新頃に筑波表と記された。白地中蔵ため十二表図に河内表の名が見られ、7世紀後半に筑波表の南部であった区域をもって、 河内表が設置されたと考えられる。律令制が確立する過程で、表は軍と表記されるようになり、当軍も河内軍と表記されるようになった。平安時代中期の和名類受賞では当軍の読みを高知としており、か、淵内氏は高知と読んだとされている。他に、勝地河内などの読みも行われた。 和名類受賞には当軍に設けられた里として以下の七教を挙げている。律令制による国軍支配が解体された平安時代末期、当軍は西部に田中層、東部に大井層が成立して軍としての実態が失われた。十六世紀末に行われた太閤検知の際に日立国内で細分化された軍や章を再編して河内軍が復元されたが、その際に 古代の篠田軍の一部であった東上層が加わる一方で東軍の一部であった田中荘は筑波軍の一部とされた。その結果成立した近世の河内軍は古代のそれとは領域をやや意味する。これが1878年の軍区町村編成法による河内軍に引き継がれた。 21、大宮村22、生板村23、元気与田村24、調査尾村25、柴崎村26、根本村27、長戸村28、八原村29、岡田村30。 純芝村31、牛久村32、二、茎崎村33、大田村34、高田村35、大須賀村36、伊崎村37、阿波村38、小渡村39、龍ヶ崎町40、小野川村。ありがとうございます。